バレーボールの FIVB 世界クラブ男子選手権大会以下世界クラブは現地12月10日にバンガロールインドで閉幕。日本からアジアクラブ王者として出場したサントリーサンバーズは見事銅メダルを獲得した。そしてその大会を制したのがイタリアセリエアのペルージャである。いつもその目は暖かい。御年59歳。 ペルージャを指揮するアンジェロ・ロレンゼッティ監督は、選手が勝利を喜んでも、敗北に打ちひしがれても、優しい笑顔で見守っている。今回の世界タイトルはペルージャにとって2年連続、自身にとっては2018年大会に続く2度目のものであり、その歓喜の輪の中でロレンゼッティ監督は一人一人に寄り添い祝福していた。その一方で、昨年度のセリエや、 コッパイタリアでは当時指揮していたトレンティーノの選手たちが表彰台で悲しきな表情を浮かべる中、それぞれの背中に手をやり、慰めていた。そんなコーチングスタイルで、ロレンゼッティ監督はこれまでに幾多の栄光を掴んできた。1991年から監督業につき、セリエアーでは過去4度のスクデット、リーグタイトル、を獲得。昨年度もコッパイタリアこそ逃がしたものの、 マテイ・カジースキ、ブルガリア、ゲン・ミラノ、やアレッサンドロ・ミキエレット、イタリア、を洋しトレンティーノを5度目の国内チャンピオンに導いている。そうして今期からペルージャの監督に就任、11月のスーペル・コッパに続き、世界一のタイトルをもたらした。その名は楽を、筆者は尋ねた。今年2月19日、イタリアはミラノ。 この日はレギュラーシーズン後半大9節がミラノのホーム、アリアンツクラウドで行われ、5000人近くの観客が詰めかける中、ミラノとトレンティーノがフルセットの熱戦を演じた。最終セットにカジースキのサーブが走り、試合はトレンティーノに軍配。それでもミラノのエース、石川祐希、日本、は18得点と気を吐き、その健闘を称える声が会場中で響いた。 だからこそ聞きたかった。ズバリ、石川の印象を。すると開口一番に、ロレンゼッティ監督は自らの手を胸に当てながら、こう口にした。ユキイズマイハート、マイハート、とは、可愛く感じるもの、愛するもの、大切なもの。そういったわけがいくつも浮かぶが、どれもが正解なのだろう。こんな思いが、その言葉には込められていたからだ。 ユウキが初めてイタリアに来た時に一緒に練習しましたから。その頃はまだイタリア語はもちろん英語も話せなくてね。本当に子供のようでした。ですがそこからすべての人が彼の成長を認めるまでに大きくなりましたね。そう、石川が中央大時代にイタリアに初めて渡った際入団先のモデナを指揮していたのがこのロレンゼッテイ監督なのである。雪泉。 と口にしたとき、死はまるで愛する息子のことを思い返すかのような表情を浮かべていた。いつかまたコーチと選手の関係を結ぶ日が来るかはわからない。今はネットを挟んで向き合う者同士だ。それでもきっと、石川に向ける眼差しはいつも温かいことだろう。ミラノと世界王者ペルージャとの今季初対戦は現地12月26日、ペルージャのホームで行われる。